それでね、梅さんありがとうございます。今まだテロップ書いてたところなんよ。テロップ書き終わって開いてみたら赤ずきんちゃん降臨してるんだけど。ありがとうございます。夢に私出てきた。おお、よかった。じゃあちょっと出演料いただこうかしら。言えなかったからただでいいよ。ついにイベント最終日の朝を迎えてしまいました。やばいね、今日で終わるらしいよ。あー待って、お家立ってる。ほいしーさんありがとうございます。お家が建設されてる、ありがとうございます。ね、今日で終わっちゃうんだね。早いね、という思いすぎる。おしゃべり会1枚だったのに5分ぐらい話してた夢。待って、かわいい、何その夢。おもろい。でも5分なんだ。なんかすごい夢の中だったらもっと1時間とか2時間とか1時間違う違う1日デートとかでもいいのに。夢だったら何でもいい、何でもありなのにさ、5分話す夢ってかわいくない？いいんだ、夢でも。そう、それで。面白すぎ。昨日久しぶりに会えてみゆちゃんに久しぶりって言われて泣きそうになりました。ねえ、だって本当に久しぶりだったじゃん。ありがとう、公園来てくれて。あ、え、赤ずきんちゃんがもう一人いる。ありがとう、ウィーさん、すいません、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。朝からこんなにたくさんみんなに頑張ってもらっちゃって嬉しい。ありがとうございます。そうだ、質問ね。100の質問のね、回答しなきゃいけないんですよ。こう、もう、うん、喋らせようとしていくらでも喋るんだからもう。そうなんですよ、私この時間とお昼の間に100の質問の回答をしなきゃいけないんですよ。本当はね、話したいこともいっぱいあるんだけど、それはまあ後でも話せることだから。じゃあ早速話していきたいと思います。話していくんじゃなくて質問に答えていきたいと思います。はい、100の質問の58問目、人生で一番失敗した思い出は。あ、待って、もう早速つまずく。一番失敗した思い出、これだけ考えられなかったんだよね。私失敗しないんですよ。でも寝坊とかもあんまりしたことないし、もうやらかし、ちっちゃいやらかしはいっぱいあるんですけど、もうそんな人生で一番失敗したっていうほどの失敗は特にないですね。かっこよすぎ。いや、いっぱいあるけど、でもなんか反省してんだかしてないんだかすぐ忘れちゃうので、そんなに大きな失敗はありません。なんて、だって今最高にポジティブ人間なので何でもできちゃう。まあ、もし失敗をしても、その失敗して反省はするけど、そのなんか引きずってない、後悔はしてないから多分忘れてる。ので、特に多分ない。ってことに一旦しとこう。多分、まあもっとよく考えればもうあの時って思うんだろうけど、ちょっと一旦ないってことにしとこう。立ち位置間違えたみたいなの、日常茶飯事すぎて、そのなんか人生で一番失敗したっていうほどじゃなくなっちゃった。あー、お元気祭り、ありがとうございます。
ありがとう、としさん。お元気祭り。あ、仕事始まるからまたね。あ、ありがとう。ありがとう、達者でな。ありがとう。お元気でな。じゃあ次答えていかなきゃ。次、朝ごはんはパン派かご飯派か。これは今はどっちともないんだけど、強いて言うならどっちかって言われたら圧倒的にパン派です。朝は今もう焼きたてのパンが食べたくてしょうがないので、どっちかといえばパン派でも、今は朝ごはんはパンでもご飯でもありません。はい、次60問目。よく使う LINE スタンプは、これ口頭で言うのめっちゃむずいんですけど、なんか私気づいたらウサギのスタンプめっちゃ持ってて、基本普段使ってるスタンプがなぜかウサギなんですよ。でも全部違うウサギなのね、全部違うキャラクターのウサギなんですけど、なんか敬語を話すウサギと、なんか使いやすいウサちゃんっていうスタンプがあって、その使いやすいウサちゃんっていうウサちゃんは本当に使いやすいから使ってる。あとなんかこれはウサギじゃないんだけど、ちょっとキモ系スタンプで、なんかね、ソイボーイっていうスタンプだったらしい。なんかどんなスタンプだっけ、ソイボーイっていうスタンプ、なんかね、球体に手足が生えたみたいなやつなんだけど、なんかユナコが描きそうな絵ユナコが描きそうな絵のスタンプなんだよね。のスタンプですをよく使ってます。はい、次61問目。何フェチ、これも結構難しかった。なんだろう、なんだろうな、フェチ、性癖みたいなところってことフェチ、え、でもなんか匂い、なんか変な匂いが好きか、変な匂い、なんかさ、よくさ言うのってさ、ガソリンスタンドのさ匂いが好きとかさフェチって、待って、フェチって何ガソリンスタンドの匂いとか、カイリー言ってたよね。でも私も分かるんだよね、結構好きだよ変な匂い。そうです。いや、うん、分かん、あんまフェチとかないあんまフェチとかないですけど、なんかそれっぽいこと言うとそうなるそもそものフェチというものをそんなに理解していない。足フェチとか別に人の足興味ないななんだろう、あ、わかった、私わかったよ何フェチか。ね、この手の甲のもうそれっぽいこと言う、手の甲のなんか血管、手の甲の血管顔見るのが好きで、手の甲とかなんかこう手首とか血管見るの好きそう、私ね、あんまりなんだけども、なんかたまに血管浮き出てる人とかいるじゃないですか、そういうのとか見ちゃうかも。これだね、これだね、フェチね、これです、これです、プニプニしたくない、わかる、血管浮き出てるとね、わかるわかる、これって配信で伝わるのかしら、なんかさ骨の上にさ血管がまたがっててさ、でもグーにするとさ骨をさ超えるんだよね
何を見せてんだ私は何を見せてんだ。あ、これです、血管フェチにしておきましょうこれでした。次、自分を動物に例えると、これは動物なのかな、なんだろうね、動物に例えるとクリオネって思ったんだけど、クリオネって動物なのか、これ動物じゃない、動物じゃない、魚魚、クリオネって何なの、貝なんだ、じゃあ動物じゃなくない じゃあウサギとか言っておこうかなクリオネって食事が怖いんじゃなくて、そうなんかこう見た目可愛いけど、なんか餌来るとめっちゃ食べる姿怖いみたいな、クリオネちょっと似てるかなとか思ったんだけどすごく意味深可愛くウサギとか言っておこうかな、じゃあたまにウサギになるもんね、うん、そうだねじゃあウサギってことで次63、出身地のいいところ、新潟のいいところってことでしょ。いや、いっぱいあります、新潟のいいところはいっぱいあるし、それを伝える仕事をしているつもりなんですけど、 NGT48 でも新潟の一番のいいところは NGT48 があるところです。もうこれにつきます、はいNGT48 があるということが新潟のいいところです。はい、他にもね、それぞれの土地としてのいいところはいっぱいあるけど、美味しいものがあるとかもねいっぱいあるけど、 NGT があるかどうかで私も皆さんも、うん、人生が変わってるわけですから、はい、間違いないこれです次、何歳までサンタを信じてた？私これはね、小学校6年生までです。小学校6年生の時に寝てたの、夜、クリスマスの夜寝てたの。別にサンタさんを詮索しようとはしてなかったんだけど、寝てたら足音聞こえてきて、そこ人生で初めてだったの、サンタさんの姿を見れるかもって。それまで信じてたんだよ、サンタさん見れるかも、足音で起きちゃったんだよね。パッと見たらサンタさんがいて、別にサンタの姿ではないサンタがいて私いつもクリスマスの時ってサンタさんにお手紙を書いて、あのベッドの枕の横にお手紙を置いてたのね、いつも。そのサンタの格好をしてないサンタが手紙をスッて取っていきました盗まれた手紙をそれ以来サンタの姿、サンタの正体が分かってしまいましたサンタさん、そうなんです次65、過去に戻れるとしたらいつに戻りたい？過去か、過去はこれは一期生オーディションの時にちょっと戻ってみたいなと思ってまあなんだかんだで多分ドラさんとして入ってる今の方が幸せなんだろうけど、でもやっぱり一期生としてNGT48 に入ってたらどうなってたかなは知りたいから、うん、戻るなら
そこかな。多分自分の中でのターニングポイントがどこかって言われたら、私はオーディションを受けた時よりも一期生オーディションに落ちた瞬間な気がするんですよね。多分その時に落ちてなかったら今目指してないと思うんですよ。そう、だから多分自分の中でその火がついた瞬間、絶対に NGT に入るぞっていう火がついた瞬間は一期のオーディションで落ちた時だから、そう、だからあえてそのオーディション中に戻ったらどうなってたかなってちょっと思うから、そこかなです。次、66、未来に行けるとしたらいつに行きたいか。これは結婚式結婚式、結婚していてほしいな、そも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 ね、結婚願望はあるので結婚していてほしいなから始まる。で、あとはどんな人と結婚してんのかなどんな人と結婚してるかも気になるし、そもそも結婚しているのかも気になるから、戻るなら、あ、戻るじゃなかった、間違った、未来に行くならそこだね、結婚式この中にいたりしてどうでしょうね結婚式呼んでもらっていいですか。結婚式私誰呼ぶんだろう。もうみんなのこと呼んだらすごいすごい、いや呼びたいぐらいよ、なんかもうなんかもうここまで成長見守っていただいてるのでね、なんなら呼びたいくらいだけれども劇場でする、いやありだな全然ありだな。ね、あと何歳に結婚してるかも知りたい。何歳、そもそもいくつまでアイロンするのかちょっと分かんないんだけれども何歳までアイドルやって何歳に結婚してるかも気になる、うん、最近友達よりも会ってるからな私に。あ、そりゃもう結婚式呼ばなきゃだわ。いや絶対そうだよ、私もそうだと思うよ、絶対私も友達よりみんなの方が合ってるよ。じゃあやっぱみんなのこと呼ばなきゃだもう友達押しのけてまで会いに来なきゃいけないと思う、結婚式いや未来に、じゃあ未来で待ってるね次、好きなアニメは、アニメそもそもそんなに見ないんですけど、好きなアニメはアイカツかな。自分が一番好きですって言えるアニメはアイカツですはい、まだでもアニメ感あるじゃん、ここでさジブリですっていうよりもまだちゃんとアニメ知ってるんだって感じ。逆にジブリ知らないんだけどアイカツです。はい、次、68、自分の一番好きなところ。これ難しいよね、自分のことなんて全然好きじゃないんだけど、そもそも自分のことなんて全然好きじゃないんですけど、自分の一番好きなところを挙げるとしたら、嘘をつけないところ本当にね、私本当にもうこの22年間すごい正直に生きてきたんだろうなっていう、嘘つけない、本当に嘘つくの下手くそですぐバレちゃうから嘘ついてもすごい正直に生きてきて
嘘つけば楽だったのになみたいな。お家立ちやった、ありがとうございます。ヒロさんありがとう、朝から検察ありがとうございます。そう、嘘をつけばいい感じになったのになみたいなことも全部正直に喋っちゃうから、多分それで人生のうちの何パーセントかぐらい損してると思うけど、まあ大嘘つきよりいいじゃないですかっていう大嘘つきよりかはね、正直にまっすぐ生きてる方がまだいいじゃないですか、うん、なのでまあ自分の一番好きなところをあげるのであればそれかなです。コンサート見に行きたいですって、もし休むと、うん、そういうところそういうところです。はい、次、69、おしゃれをする上で譲れないポイントは、私ね、あの腰ウエストマーク、ちゃんとウエストがマークされる服じゃないと嫌で、もうダボってした服あんまり好きじゃない。なんかワンピースとかも絶対にこのウエストのところに一回切り替えがないと着れない。なんかスンっていうスカートあんまり、スカートとかワンピースあんまり好きじゃなくて、うん、そうだから、なんならこう普通にトップスとスカートとか履くときもなるべくトップスをインしちゃうし、トップスでこうウエストが隠れちゃうのがあんまり好きじゃなくて、なんか何かとインしがち、インしてちゃんとウエストの位置を出すことが多いからこだわりはそれかも、譲れないポイントか、それかもです。次、70、あ、え、いいペースなんじゃない、この昼の間に75ぐらいまでいけたら一番いいよね70、一番最初に自分でメイクをしたのは高校1年生の時です。で、高校1年生の時に体育祭があって、で、体育祭が終わってなんかみんなで打ち上げみたいなのしようって言って、次の日とかかな、体育祭の次の日かなんかにクラスの子たちと一緒に遊んだの、もうなんか10人ぐらい10人ぐらいで遊んだことがあって、でその時にその次の日、体育祭の次の日とかでなんか結構みんながメイクしてきたんですよ。で、私はその時メイクなんてしたことなくって、でも周りがね、みんなメイクしてきたから、その時に、え、高校1年生ってメイクするんだと思って、私はもう大学生ぐらいにならないとメイクしないと思ってたから、高校1年生ってメイクするんだってなって、で、その時は多分私ぐらいしかすっぴんの人いなくって、それぐらいもう10人ぐらいいたけど、10人ぐらいみんなほぼメイクしてるみたいな感じで、そこから、あ、やばい、私って遅れてるんだって思って、高校1年生の時にそれ以来ちょっとずつメイクするようになりました。でもなんかやっぱメイク全然わかんなくて、最初はなんか、だから家族と出かける時とかにちょっとずつメイクをし始めたんだけど、家族もそんな私メイクしてる私の顔も見慣れてないし、私もメイクなんてし慣れてないから多分下手くそだったんですよね。下手くそだったし、家族も私がメイクしてる顔なんて見慣れてないから変だよってずっと言われてました。メイクしたての頃、おてもやんみたいって言われた。チークかな、チークが濃すぎたのかな、おてもやんみたいってめっちゃ言われました。家族にいじめられてたそう、でもそんなだった、ほんとそれ、だから高校1年生だねその後まあドラフトがあって、まあそこからちょっとずつメイクもするようになってみたいな感じです。だからアイドルになるよりもちょっと前からメイクを始めました。はいです。でも初めて言ったかな、言ったことあったっけ。次、71、1週間お休みがあったら何する。1週間だもんね、これがなんか1ヶ月とかじゃないからね。1週間あったら、あのもう実際に1週間休みの日とかあったんだけど1週間休みの日はまず
1週間お休みの1日目と最終日はゆっくりするお家で、そういう時間も必要1日目と最終日は家で休んで、残りの5日間はなんか旅行行ったりとか、お買い物行ったりとか、キャンプ行ったりとかするかな。そう、なんか1週間あったらちょっと旅行とか行けるって思うけどさ、でも意外といけないよね。なんかすっごい忙しい中での1週間の休みだったら、やっぱさ、その1週間の美容室とかのさ予定も入れちゃうとさ、なんだかんだで1週間ってすぐ終わるよね。だから意外と旅行とか行けない気がする。買い物しに行く日、なんか美容室とか行く日とかって埋めていくと、なんだかんだで多分2日3日ぐらいしか自由に動ける日ってない気がする、うん、そう、1ヶ月ぐらいないとね、自由には使えないよね多分って思う、うん、めっちゃ現実的なことを言うかな。あ、やばい、もう42分だ。ここまで全然進めなかった。どこまで行った？71個目、71個目まで行きました。あ、絶対無理じゃない。え、だって何個目から始めたっけ。59から71でしょ。次でじゃあ100まで行けるかって言ったらむずくない？まあ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 、終わんなかったら夜ちょっとやる。でも今日中には終わりそうだね。よし、じゃあランキングを読みたいと思います。13位りょうたさん、ありがとうございます。12位ゆうきさん、ありがとうございます。11位かやとさん、ありがとうございます。10位すーさん、ありがとうございます。9位さかなのしっぽさん、ありがとうございます。8位てるはやさん、ありがとうございます。7位はるさん、ありがとうございます。6位チェリーさん、ありがとうございます。5位 MS さん、ありがとうございます。4位ホシーさん、ありがとうございます。3位ミーさん、ありがとうございます。2位トシさん、ありがとうございます。1位ヒーローさん、ありがとうございます。赤ずきんちゃんとおうちもありがとうございます。本当に朝からありがとう、ありがとうございます。ゆうきさんもありがとうございます。もう今日が最終日なので、皆さん朝から本当にありがとうございます。次は12時15分からやります。仕事行ってきます。いってらっしゃい。本当にみんな朝からありがとう。固定コメント更新、あ、忘れてた、更新するね。ありがとう、教えてくれて、忘れてました。すいません、ありがとうございました。あー、ドキドキするね、なんかすごく休みなので新潟でゆっくりしたいから。あ、そうなんだね、いっぱい楽しんで新潟頑張ろう、最終日。え、なんかドキドキするね次お昼にまたこの質問の続きをやりますね。仕事終わって帰宅したからちょっとキラキラな元気。ありがとう、ありがとうございます。本当に朝からありがとう これもう一個答えられたんじゃないかさってさって答えられる、あ、さって答えられる。72、挑戦してみたいお仕事はナレーションのお仕事をいつかやってみたいなって思ってますすごいさらっとありがとうございました。次はお昼に。またねー。